逆の発想で上げてみよう。いや、ランクルでいいじゃん。こんなに尺を上げたら乗り心地アルファードじゃないじゃん。ジョンさん怪しいね。いろいろ怪しい男だったね。怪しいよ。はい、ここからはですね、車を愛してやまないカーマニアの方々を迎えます。大好きですよ。本当やっぱなんかあれですよ、やっぱ車が好きだってことがね、もう伝わってきますよね。こだわりがいいね。確かにね。いいですよ。はい、お願いします。今回愛車をご紹介してくださるのはトムさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トムさん、普段は何されてるんですか？タクシーの運転手です。あ、そう。どの辺走ってるんですか？東京走ってます。おー、拾いましょうよ。乗せたことあります？いや、ごめんなさい、ないんですよ。ないの？ないです、ね、これもアルファードですよね。ちょうど同じ型のタクシー乗ってます。いや、これさ、もう全然違いますね。あの、よくデリカって言われます。いや、似てますよね。これちょっと、どう違い、あの、移植したっていうか、カスタム化した。いやいやいや、それ以前に、うん、アルファードをなんでこんな風にしちゃったんだろう。それ、それそれ、すごい単純です。うん、基本アルファードってカスタムすると皆さん下げるじゃないですか。うん、逆の発想で上げてみようっていうシンプルな発想から、はい、まあ、シンプルだけど、だけどね、これね、いくらかかってんの？実はこれ全部っていう、そのリフトアップ以外はもう自作で。自作 DIY です。これも？マジ？これもですか？あの、いろんな部品を利用しながら自分でこう試行錯誤して、ホームセンターとかで売ってるようなもので組み合わせて。そうなの？はい。これ、ごめんなさい、どこをまだ教えてください。ライト周りは違いますよね。これはもうアルファードのライトなんですよ。はい、アルファードで。これ足してる。いや、これはあの、黒く。これ自作でしょ。これは車外のグリルを、これ切って。やっぱりそうなんだ。だってここもここも違うしさ。そう。ね、でそう、この横のこの網も、あ、これあの純正のバンパーバッて切った。切ったの？切ってるんです。あらー、すげえな。で、前のこのこれはどうしたんですか？これはあのハイエース用の。ハイエース用？はい、ハイエースの用を使って横にあのホームセンターで売ってる角材を溶接して。角材を溶接して。これって車検通るの？車検通ってます。通ってんの？通ってます。公認です。車高はどうやって上げたの？これはあのエアサス、いや、ボディリフト、まあ、いわゆるメンバーを下げてるんですけど、はいはい、今ちゃんとキットとして販売してるんですけど、アルファード用？アルファード用が。マジかよ。で、前のこれトヨタっていうのはこれどっかの？これランクルームでしょ？あの、ランクルームです。ランクルです、はい、いろんなところからね。じゃあランクルでいいじゃん。あの、なんで名前がアゲファードの。アゲファード？はい、アゲファード。あー、なんかいやらしいね。からやらしいですか？なんかいやらしい。何がやらしいのか、何がやらしいのか全然わかんない。あ、そう、はい、え、中もなんかやってるんですか？中はアルファードです。快適で。あ、中はアルファード。はい、中は変えてない。中は変えてないですね。こんなに車高上がるんだね。中はアルファードね。アルファードです。乗るの大変ですよ、この高さ。高いよ、ね、あの子供はもう横からしょって。そうだよね、はい、子供はここに膝つくよね、はい、でもあれでしょ、仕事でもアルファード乗ってるんでしょ？乗ってます、乗ってます。で、プライベートでもアルファード。はい、よく飽きないね。そのくらいいい車ってことだよね。そうです、いい車です。だけどさ、こんなに車高上げたら乗り心地アルファードじゃないじゃん。うん、いや、乗り心地アルファードなんです。本当かね。でもね、運転席に座ったら仕事と一緒じゃないですか。うん、目線が違うか。目線は全然違います。うん、高いもんね。違うけども、目線はあのトラック乗ってる感覚ですね。うわ、そうだよね、はい。後ろ側はどうなってるんですか？あ、後ろはあの見ていただくと、はい、うわ、こうなっちゃってんだ。うわ、こんなに長くなっちゃってるわけ？これ必要あんの？いや、うん、あの、やはりフロントがあれだけインパクトあるので、ああ 後ろもどうやったらインパクト与えれるかなと思った時に、はあ、タイヤをつけちゃおうっていう。へー、発想がすごいよね、これ。だってこれステイも DIY？ ステイも、あ、これは売ってるんです。あ、はい、売ってるんだ。アルファード用が？あの、これ汎用です。はい、なんでヒッチメンバーがついてる車であれば、あの、どの車でもつけられます。これは何ですか？
フックフック。フックです。何するんですか。どっか引っ張ったりとか。うん、これどうやって開けるの後ろ。あ、これはタイヤ横に開くんですね。え？ああ、そっか。これがロックになってて。はい、はい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 。気をつけて。あ、おお。これで開くって感じですね。おお、なるほどね。これ何ですか、いやらしいですね。あ、これちょっとプライバシーにします。何がプライバシーなんですか、ね、ちょっと。これなんかいやらしくない？いや、そんなことないと思います。なんか変なもん隠してるでしょ。いや、これは機密秘密ってことで。なんか おもちゃかなんか隠してるでしょ、これ。いや、特になんもないんですけど。いや、おかしいな、これ。こうね、プライベートで。あ、はい、プライベートでね。車中泊とかもする？はい。車中泊とかもするんですか？します。あ、だからカーテン代わりなのか。違うと思うな。バックミラー、カメラ、モニターありますんで、はい。なるほどね。トムさん怪しいね。いろいろと怪しい男だって言われます。ね、怪しいよね。怪しい。いやでもね、奥さんいるから。奥さんいたって俺、ね、石田純一みたいのいるんだからさ。いろんな方いますね。なんか怪しい番組。怪しいね。カスタム機いくらですか。カスタム費自体は、まあ、ほとんど部品代ですよね、うん、部品代でだいたい150万ぐらいですね。自分で取り付けやってんだもんね。自分で全部。そうだよね、はい、新車買ったんですか。中古ですね。中古で、はい、で総額いくらですか。総額で当時もうこれ買ってちょっと経つんですけど、車体代合わせたらまあ500ぐらいですね、当時で、はい、よくこんな上がったね、本当に。トムさん、これはテント？あ、これテントですね。こう出てくるやつ、ね。横出てくるやつで、ね。こういうのも全部つけたんですか？これも皆さんができる DIY で、オートバックさんとか、うん、イエローハットさんとかでも売ってるんですけど、うん、もう両面でペタです。あ、両面テープ。はい。でもこれ結構評判良くて、いろんな方が真似して、はい、やりますね。へー、これアルカド仲間に例えば見せるとみんな何て言ってくれるんですか？いや、もうまず変態さんだね。まあ変態だね。変態だよね。いや、でもさ、みんな喜ぶでしょ。いや、もうすごい。そうだよね。受けはいいですね、すごい。いや、これは受けるよ。で、やっぱりそういう上げるっていう発想がないんで。ないよね。これ結構さ、みんなさ、夜の六本木に合うようなさ、はいはい、黒くしてさ、ちょっとなんかね、やんちゃな感じがする、ね。あります、あります。これやっぱりちょっとなんかワイルドな感じがして、健康的だよね。ですね。すごくだから、そういう意味で言うと、かっこいい。また特にあれですよね、こういう今日みたいでね、こう雪山にいると似合うよね。確かに。いや、かっこいいよ。ね、かっこいいね。うん、いい。KC って何？あ、これフォグランプですね。メーカーだよね。メーカーです。え、あれつくの？あれつきます。カバーで。カバー外せばちゃんとつきます。ね、全部点灯します。結構、まあ、みんなつけてますね。なんかほら、ナイトライダーみたいな。お、そうそうそう。ね、でもこれ車検がね、通ってね、後ろもう公認取ってます。ああ、うん、それがすごいよね。いいですね。確かにそうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度、アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい。まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか、一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ヒロキさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして、手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスト。ブレス、あ、ブレスさんです ね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めて全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。
車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。